岡本喜道、岡本喜道、岡本喜道、1872年11月15日、明治5年10月15日から1939年、昭和14年3月1日は、小説家、劇作家。本名は、岡本刑事。別号二郷、喜道、鬼すみれ、高和座郎など。新歌舞伎の作者として知られ、また著名な作品として、小説、半七。 鳥物町などがある。養子の岡本京一は出版社、青ガイル坊の創業者であり、社名は、軌道の作品、青ガイル道記団に由来している。玄徳川幕府御家人で、維新後にイギリス公主館に初期として務めていた、慶之助。後に、清郷は、半慶の長男として、東京輪に生まれる。1873年。 孔子館の孔子町移転と共に孔子町元園町に移って育つ。3歳にして父から漢文素読、9歳から漢詩を学び、おじと孔子館留学生からは英語を学んだ。平川小学校、現、千代田区立孔子町小学校卒業後、東京婦人城中学、後の東京府立一中、現、東京都立日比谷高等学校に進み、 在学中から劇作家を志した。卒業後は現在での大学には進学せず2890年、東京日日新聞入社。以来、中央新聞社、営利日報社などを経て、1913年まで24年間を新聞記者として過ごす。日露戦争では従軍記者として満州にも滞在した。吉原芸儀をしていた宇和島藩士の娘の小島。 久さを引かして結婚。記者として今日、軌道の名で、劇表や、社会探訪記事を書きながら、1891年、東京日日新聞に、小説、高松城を発表。1896年、歌舞伎新報に、諸女儀局、死神殿を発表。1902年、金社中噂、高波、小金の社中噂の高波、岡鬼太郎と合作が、 歌舞伎座で上演される。この作品の評価は今一つだったようだが、その後、維新前後や修善寺物語の成功によって、新歌舞伎を代表する劇作家となり、起動者といった言葉も生まれた。1913年以降は、作家活動2000年、新聞連載の長編や探偵物、怪奇怪談作品を多数執筆。生涯に196編の儀曲を残した。 1916年には、国民新聞、時事新報の西に、新聞小説を同時に連載、墨染め、絹。同年、シャーロック・ホームズに影響を受け、日本最初のおかっぴき取り物小説、半七鳥物町の執筆を開始、江戸情緒あふれる描写で長く、人気を得た。回帰者では、中国司会小説や、英米回帰小説の本案や、世界怪談名作集、 死中駅小説集などの編役もある。幼少期からの歌舞伎鑑賞を改装したランプの下に手は、明治期歌舞伎の木な資料となっている。1918年に欧米を訪問し、作風が変わったとも言われる。1923年9月1日の関東大震災で、麹町の自宅、蔵書、日記を失い、文下のぬかた六服の家に身を寄せ、その後アザブ。 翌年百人町に転居。1930年には後進を育てるために月刊誌、舞台を、発刊、監修を務める。1937年には演劇界から初の芸術委員会員となる。昭和十年頃からは小説、読み物や随筆は散発的にサンデー毎日誌に書く講談ぐらいになり、1937年、 トラが最後の読み物となるが、擬曲は舞台誌で九百三十八年まで発表を続けた。九百三十九年、上目黒の自宅にて、帰還支援に配信順を併発して死去。改名は、上楽院、軌道日高子子子、青山墓地に葬られる。没後、元書生で養子誌の岡本京一が、軌道作品の保存普及を目的として、出版社、 青草を創立した、現社長の岡本周一は、軌道の孫にあたる。また、没後に平地の寄附金をもとに儀曲を対象とする、文学賞である岡本軌道賞が創設されたが、日本文学法国会が運営していたため、終戦とともにわずか2回で終了した。死神殿は1902年に歌舞伎座で初演。1908年に二代目。 一川左段時の明治座での革新工業で川上尾次郎の依頼で維新前後を書く。この後、左段時のために六十五編を書くほどの密接な関係となり、左段時の当たり芸シリーズ、強化技曲十種首のうちの修善寺物語など六編が起動作であり、左段時の生前は他の俳優の上演を許さなかった。修善寺物語は1909年に完成し、 1911年に、明治座で初演。1927年に、パリのシャンゼリゼ座で、フィルマン・ジェミエによっても上演された。1921年に、徘徊詩を書き、翌年新富座で上演、中村吉右衛門が演じる。その後吉右衛門のために、しぐれ降る夜、ケン,サントジんと、女ー、風林ソバ屋などを書いた。回顧期、ランプの下にては、杉西。 物語の題で、新演芸史に、1920年から22年と、関東大震災を挟み24年から25年に、かけ連載された。続いて、歌舞伎史に1929年から30年に、前半部を再録。1935年に、明治劇団ランプの下にて、が、観光。1942年に、大東出版社の大東名著戦に、 歌舞伎団義と共に、明治の演劇の題で出され、戦時下、青少年の上層東屋に資するとして、文部省推薦本となった。起動自身は、劇評家時代から俳優とは私的な付き合いや楽屋への出入りもせず、劇作に携わって、以降も、二代目左ン時も含めそれらのことは変わらなかったため、俳優の私生活には、筆が及んでない。1949年に、 再版の同行者版には、軌道による、明治演劇年表が入っている。陽子氏の岡本京一編、軌道年代記、青がエる坊、審判2005年には、劇作家としての詳しい解説がなされている。1916年に、アーサー・コナン・ドイルのシャーロック・ホームズを読み刺激されて、探偵小説への興味が起き、自分でも探偵物を書こうと考えたが、 現代ものを書くと西洋の模倣になりやすいので江戸式で書くことにして三編を執筆文芸クラブから連載物を頼まれてこれを半七鳥物帳の題で渡し翌年一月号から連載されたこれが好評となり引き続き執筆する九百十九年から半七聞き書き帳の題で半七が先輩の話を聞き書きするで編を書き 一旦執筆を終了。その後単行本化されて人気が高まり、1924年の苦楽創刊の際、川口松太郎の依頼で続編執筆を依頼されるが、半七はもう書くことがないと断り、それ以外の昔話ということで、半七老人の知人の三浦老人から江戸期の奇妙な話を聞くという、三浦老人昔話を連載。1934年に、 半七のファンだという、講談社の野間清次社長の意向で、講談クラブから依頼で、半七もの執筆再開。65歳まで書き続け、1937年までに、計69作品となった。最後の作品、二人女房は、また、起動最後の小説ともなった。半七者は、起動脚色によって1926年に六代目。 菊五郎が演じたのをはじめ、これらの昔話の講談は、戦後の和芸においても、落語の林家彦六、三遊亭演唱、講談の五道圏縁玉、物語の高橋博倉田金賞などの講座で使われた。軌道は、新聞社時代に、榎本武明や勝海舟も訪問しており、この経験が作品に生かされている。経緯は、岡本京一、半七、 鳥物町解説、青がいる棒、2009年に詳しい。以下は、原稿版一覧。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。